はい、まあ、フットワークの質問がありましたのでご紹介させていただきます。まず、まあ、3分ぐらいでこう前後左右のフットワークの、まあ、効率よく練習する方法がありますかという形なんですけど、まあ、今回、質問をいただいた方に関してはこう後ろ交差、後ろ交差っていうのは下がる場合に利き足に対して後ろにこういうふうに足を使うというのが後ろ交差っていう、まあ、主に下がるという運動の時とフォアサイドっていうのを取る時に使うことが多いんですけど、その後ろ交差というのはですね、こうフットワークの中で意識をしてやるっていう必要性も高いんですけど、一番はですね、こうステップこうアップですよね。ちょっとこう走ったりとかそういうアップの中でこういう前と後ろっていうこういうクロスステップという運動をこうしていただけるとスムーズに足を後ろに引き足の後ろにこう出すという運動が速くなる分ですね、要は効率よくフットワークが動けるようになるかと思います。で、今はですね、その余裕がある状況の時は、まあ、交差がこうできますがと、でも余裕がない状況だとどうしてもこうサイドステップになってしまうと。で、サイドステップの、ちょっと弱点というのがイメージですよ。イメージとして横に飛ばすサイドステップであればいいんですけど、上にこのように上がってしまうサイドステップになってしまうと上がる分がどうしてもロスという形になってしまいますので、上にこう上がってこういうふうに落ちるっていうよりかは行きたい方向に体をこう飛ばすというものをまあ意識していただけると、フットワークの速さというものは速くなってくるかと思います。ただその中ですね、まあ、前後左右なので実際にこう前後のフットワークですね、後ろに行くとで打った後まあ前にっていうふうに、まあ、5往復とかこうやる中で、例えばラリーの展開として大きなゆっくりな場合は交差こうですね、なのでポジション戻った後向き変えた後に左をこのように素早く出して3歩っていう向き変えて1、2、3っていうイメージを持っていただけると、ポジションから3で必ず届くようになりますんで、これがサイドステップですと5歩向き変えた後に1、2、3、4、5歩ないと距離がいかないと。でもクロスステップの利点は左足分距離がここですよね、ここで距離が稼げますので、その分自分の体がこう進んでいるという形になりますので、まずはその距離1、2といったところの2歩目の距離で3歩目最後このラインに到達をするというところを意識していただきたいと思います。で、その中で例えば今度の場合ですね、相手のシャトルが今の場合はこうゆっくりな球を打っているので、こう交差でまた前をイメージを跳ね上げをしてまた大きくバーンとクリアを打たれたものに対してこのようなフットワークになるんですけど、実際今度の場合は相手がこう低めの球を出してきたと、その場合には交差をするような、まあ、ゆっくりな時間というよりかは素早い運動もしくは動く距離が短いと、その場合に関しては向きを変えた後サイドステップなんですけども、これボーンって上に上がるサイドステップではなくて自分の足親指の付け根ですね、母指球と呼ばれるところで体を後ろに蹴るというところを意識していただけると、これですね、速い球に対して動くと、前を拾った後にこうですね、なので大きくこうボーンとこういう風な運動でというよりかは向き変えた後に細かい運動としてこう動きますよと、
こちらもですね、動きとしては必要になりますので、前後のフットワークの中でイメージとして大きな展開をした時の交差の足と、でも次には速い球が来たことを想定した足と、でまた大きな球が来た後交差で、速い球が飛んできた後向きを変えてのサイドステップというところをですね、意識するようにしてください。で、まあ、前後左右というところなので、まあ、左に関してはですね、本当に左の向きだけ変えていただいて右という形になる分、バックの場合はここから球を打つこの打点が必ず体から遠くなりますんで、ですのでこの向きを変えていただくだけで十分だと思います。フォアに関してはですね、後ろに下がる交差同様、右をまあ出す出さない、まあ、半歩ぐらいは多分出してる方が勢いがつきやすいので多分楽かと思うんですけど、それに対してもですね、左というのが必ずここで交差というものがありますんで、なのでベタッとくっつけてベタッとこうはなりませんので、足はなので後ろに交差、左足を右足の後ろに持っていく際は体重をすでに左に移動させる必要がありますんで、右足のかかとを素早く上げるというイメージを持っていただけると、左がつきやすくなる分次の右というふうに出すのが早くなりますんで、その右を出した後の左といった時のこの足ですよね、ここを意識するようにしてください。でフォアに関しては、最後着地の右足は必ずこのように外側を向いて、打点は自分のこの足よりも前と、この出している足よりも前になるというところが必要になりますんで、後ろ交差というものをですね、バックを取りますよと、フォアの時に後ろを交差させるというところを意識するように練習でしてみてください。これもですね、先ほどの前後同様、大きな球を取りに、いや幅ですよね、コート幅を大きく使われて動くという運動の交差と、これですね、大きな展開を取る場合の交差と、で今度の場合はこう距離としてはまあ半面ぐらいこう短いというところを取らされる場合は、先ほど同様足は大きく動くというよりかは、本当細かい運動の中でこうですね、そう、左足の距離はさっきの交差よりも短くなると思います。それは何でかというと、ここですね、距離として短い球を取らなければいけない場合は左の距離が短くなりますよと、距離として長いところを取る場合は左足の距離が大きくなりますよと、こちらをですね、フットワークの時にも動く距離が例えば外枠と言われれば大きく動く、半面と言われればちっちゃく動くと、はい、という形で、分けていただけると、より、まあ、実践的には動けるんじゃないかと思います。なのでフットワークも歩数もですね、全てにおいては相手の出してくるシャトルの距離、その距離まで何歩で必要とか、どの入りをしなければいけないとか、全てはですね、時間という問題が発生しますので、こちらの足をですね、意識するようにしてください。あとは実際実践、要は試合ですとか、そういうラリーの中でこの足がまあ使いにくいというふうになるということは、実際にフットワークだけの練習をしている場合に関しては、意識をしている分体が動かしやすいと、それにフットワークの場合はですね、シャトルが飛んできてありませんので、その分意識が足に活かせやすい分練習ではまあしやすいと。でも実際の試合になると、いつどこに何が飛んでくるのか分かりませんので、そういう風になってしまった場合には、どうしてもこう元のフットワークの方に戻ってしまうというところもあるかと思いますので、本当反復練習をする中でこう体に覚えさせていただきたいなと思います。で、まあ、実践編じゃないですけど、練習方法としては、まあ、大人の方であれば小刻みとか学生みたいに
こういう運動はちょっと苦しいかと思うんですけど、もうゆっくりで構いませんので、出されたところに向かって瞬時にこう移動をすると、出されたところに向かって瞬時に移動をすると、ポンと出されたところにポンと移動をすると、ポンとというふうにですね、順番を決めずに相手の指示によって出された方向、はい、相手のラケットの出された方向に体を反応して動かすというところもですね、実際出されたシャトルを見てそこまで行くという運動とほぼ変わりはありませんので、できればですね3分間の中で本当このような形の運動、フットワークを取り入れていただければですね、より実践的に動きやすくなるんではないかと思いますので、ぜひ練習の中で取り入れてみてください。